船は、鉄板焼き酒場、いくら、鉄板で作るオムライスで有名、若者に今大人げのお店なんです。カウンターに座れば、目の前で作ってくれるので、より楽しめます。今回はオムハンバーグを注文、オムライス。今、お送りしたのは、昨年の動画です。今泉にある鉄板で作るオムライスのお店、いくらさん。人気すぎて、今年の2月1日に2号店がオープンしました。今泉は、ランチ限定のメニューですが、2号店の博多は、ランチだけでなく、ディナーも楽しむことができます。18時に到着したのですが、やはりこちらも満席に近かったです。メニューは、定番の3種類のみ、オムバーグ、ハンバーグ、ハンバーグオムライス。こちらは、今泉と違い、テーブル席があるので、家族連れでも行きやすい環境となっています。また、大窓があるため、席からの眺めもいいです。注文したのは、ハンバーグオムライス。ソースを、デミグラスソース、明太クリームソースの2種類から選ぶことができます。和牛をたくさん使用したハンバーグは、肉汁があふれジューシー。その上から、ふわとろ卵がかぶさっています。可愛い肉球の焼き印が、特徴的です。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。美味しそうって思ってくれた方、チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラムでこれまで取り上げたお店の写真をまとめていますので、よかったらフォローよろしくお願いします。